なんで私果物に話しかけようとしよう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、何？どうした？どうした？何？何よ？ピカチュウは花の香りを。そうですか。そうですか。ここの、あれ？ジムは一体どこ？ここか。おう。横のおじいさんは誰？なんで閉まってんだろう。え、マジで？まだ閉まっとん。開けごま。そんなんで開くわけないやろ。まあ違うか。え、合言葉で開くとかじゃない。あ、なんだよ、あゆな。話しかけてくれよ。俺恥ずかしいじゃん。そんなことよりさ、ジムバッジいくつになった？ 7 個？一緒だな。まあそうやろうね。あとはやっぱり常盤ジムだけだよな。なぜか閉まってるけど、ジムに入れないって誰かに相談してみないか？誰がいいかな？大木戸博士、イーブイ、そこのおじいさんは誰な？え？いや、わしゃわからんが、話聞いとった。聞こえとった。そうですよね。俺たちで考えてみます。イーブイ。何言ってるかわかんない。いや、全然わからないな。大木戸博士？大木戸博士に言ってどうなるん？やっぱそうだよな。早速行ってみようぜ。お、グリーンやん。お、アイナにしげる。二人ともなんとなくたくましくなったようじゃな。ちょうどよい。二人に紹介しよう。こいつはわしの孫。名前はなんて言ったかな？孫なのに。じいさん、そういう冗談はいいって。それに俺たち、もう知り合いだからな。とっくにね。なんじゃつまらん。やれやれ。まあ、それはそうと。アイナ、しげる。すごいじゃねえか。え？ロケット団だよ。まさかあの時、シルフカンパニーにボスがいたなんてな。それを二人でやっつけたんだろ？ボスの榊はアイナが一人で、俺はちょっと手伝っただけで。いいじゃねえか、しげるだって頑張ったろ。よしよし、じゃあ二人にご褒美な。何？アイナはグリーンからキーストーンをもらった。キーストーン？アイナはキーストーンをバトルポケットにしまった。おお、キーストーンではないか。進化を超える進化、メガ進化をもたらす石。メガ進化？何それ？私の気持ちそのもの。キーストーンとメガストーン、二つの石があれば、勝負の時に一度だけポケモンがメガ進化できる。トレーナーのためにパワーアップしてくれるのじゃ。いわばポケモンとトレーナーの固い絆の証じゃ。ここで一句。お、石二つ、心一つでメガ進化。懐かしのここで一句や。二人なら使いこなせるはずだぜ。メガストーンはこれだ。アイナは不思議場ない。とリザードナイト X、リザードナイト Y、なんだそれは、意味がわからない。カメックスナイトをもらった。ポケモンリーグ行くだろ？使ってみろよ。で、トキワシティのジムにはどうやって入るの？二人ともポケモンリーグまであと一駅じゃぞ。いやいやいや、え、相談。ところで、なんでここに来たわけ？え、トキワのジムリーダーがずっと留守？変だな。俺も後で見に行くか。え？ メガ進化。ロケット団の奴らが使ってたらやばかったな。え、ちょっと待って。トキワシティの、え、ジム、え、どうなった？解決したの？お、どうした、どうした？何？なんか見つけた？その女の子が何か。あら、イーブイちゃん。何してるかって？お花を摘んでるの。花束にして大事な人にあげるのよ。アイラちゃん、今の内緒だからね。そういえば、トキワシティにジムリーダーが戻ってきたんだって。え、そんなタイムリーな感じ。さあさあ、トキワシティにゴーゴー。え、てか、隣町の情報入ってくるの早いっすね。え、何？この花がどうかしたの？別に何もないよね。ああ、どうも。日差しが暖かくて気持ちよさそうにしている。日向ぼっこ日和やね。じゃあ本当にずっと留守やったってことか。じゃあとりあえず飛びます。イーブイはなぜかドヤ、なんで？ なんでドヤ顔なん？はい、じゃあトキワシティに行きましょう。
さ、イーブイが運転しよん。そういうこと？よし、これでやっといけるわけだね。え、てかさ、一回戦って勝っとるもんね。また戦うのか、ここで。よ、おじいさん。時はジムのリーダーが帰ってきたぞ。あなたは一体誰なの？覗いてるの？なんでそこにいるの？どうも。オース未来のチャンピオン。時はリーダーの正体は俺にもわからん。あ、マジで？ただバッジを7つ持ってるお前には挑戦の資格があるだろう。俺に言えることは、ここのリーダー今までの誰よりも強いだろう。それと、どうもこのジムには地面タイプポケモンの使い手が集まってるらしい。地面タイプか。君は何のためにここにいるんだ？雇われてんじゃないの？雇い主が誰かも分かってないの？さあ、とりあえず行きますかね。これは停止ってことよね。あ、めんどくさいな。またこのタイプのやつか。ふぅ。あ、これ戻るパターン？あ、こっちに行けばいいんか。あれ？あれ？どうも。時はジムはずっと閉鎖していたが、リーダーが帰ってきて、今日から復活だ。ここ、この下っ端というか、この辺のトレーナーたちはみんな知っとんかな。エリートトレーナーの拓也が勝負を仕掛けてきた。ミドキング。え、ここも地面タイプ？この辺何タイプか私、いまいちよくわかってないけど。とりあえずカメックス。水鉄砲。あ、今横にメガ進化っていうので取ったね。あ、効果抜群や。なるほど、なるほど。ん？私水鉄砲した？なんで水鉄砲？バブル光線行けよ、バブル光線。自分で選んどきながら。バブル光線、こっちの方が絶対いいやろ。今までのジムの誰よりも強いんか。え、だってね、もうこの時点でレベル48とかやもんね。やば。あ、でも一匹だけなんやね、君。さすがだ。目の光がない。君が時はリーダーに勝てれば、ポケモンリーグに進めるだろう。ありがとう。進んでいきますよ、私は。あ、めっちゃ進むやん、やば。あ、はい。びっくりした。そっちにもおったんやね。ピシピシ。ほら、ビビってるんじゃないよ。私ちょっと猛獣じゃないんで。猛獣じゃないんで使わないでください。猛獣使いのアキラが勝負を仕掛けてきた。2匹か。ニドリーノ、さっきニドキングを倒したからここはもう余裕でしょう。よし、バブル光線。もうずっとこれでもうずっとこれでいけるんじゃないかな。とりあえず水タイプと草タイプもおるけん。あれ、ニドキングは効果抜群やったのに、ここは効果抜群じゃないの？地面タイプじゃないってこと？どういうことかちょっとよくわからんのやけど。はは、毒が。てか結構なダメージ受けたの。ね、結構なダメージ受けてしまったの、まあ。とりあえず進んでいきますけども。次は誰？あーてか、あー毒がどんどん減っていく。いや、とりあえずこのまんま行くよ。サイホーンか。サイホーンは普通にあれやったよね。地面よね。え、毒はあれよね。なんか、アイテム使わんかったら、自然治癒とかなかったよね。よし。なんかこのさ、カメックスは喜んでいるとかの反応がね、見えるのがなんか、かわいいよね。あ、待って、さっきせっかく回復したけど、もう結構、危ない感じに。いけ、バブル光線。よし、いいぞ、いいぞ。一発。よし。いてて。なぜ君がダメージ受けてるの？ダメージ受けてるのはポケモンでしょ。まあ待て、油断しただけだ。待ちません。あ、目の前。目の前。真に強いトレーナーは勝ち方も美しいものなの。あ、もしかしてあっこの奥におるってことかな？勝ち方も美しい。私の勝ち方どうやったかな？
エリートトレーナーのレイカ。あ、一匹だけや。楽勝だね。二度クイーンかわいい。で、なんかね、体ごっついけど、なんかかわいいよね。よし、バブル光線で。二度キングに効果抜群やったってことは、ここもきっと効果抜群のはずだから、よし、ね。でもなんか速攻でやられそうな気がする。毒やし。あー、ハカメックス回復しといた方が良かったかな。一発でいけるかと思ったんやけど、いけんかったわ。不思議花でいきます。おいで。なんかこれリーダーのとこまで行くのは結構簡単そうやなって思ったけど、戻っていくのめんどくさそうやね。花びらの舞。まあ今までのどこよりも強いんやったら、とりあえず水と草両方追った方がいいかなって思うし、一旦回復に戻ろうかな。手が滑った。負け方見苦しすぎなんやけど、こんな負け方したらリーダーに怒られる。もういけそうやもんね。全員倒さんとダメとかそういう決まりあるんかな、ね、帰りたいんやけど私。あ、こっちから帰れる。あ、そこで、あ、止まらんのか。なるほどね、そういうことか。ちょ待って、帰れんかった。さて、そろそろバテてきたんじゃないか。いや、バテてきてますよ。だから帰ろうとしたの。エリートトレーナーのカズシが勝負を仕掛けてきた。2匹か。とか最終誰が飛び出す。これリザードンやん、最悪。普通に相性悪いやん。ちょ待って、ポケモン不思議花でいきます。おいで。よし、きたー。てかさっきのさ、二度クイーンの時、花びらの舞全然効果抜群じゃなかったね。ってことは地面ではないってこと。え、でも水タイプ効いたな。あー、やめてください。花びらの舞、おお、一発やったね。さあ次は、お、不思議花レベル52。全員倒さんかったらリーダーのとこにはいけんようになっとんかな。裁縫、このまんま行くよ私は。絶対あれでもう行けると思ったのね、リーダーのとこに。全然、そういえば一時停止のマークなかったわ。よし、いいぞいいぞ。もう技を選ぶこともなく一発。力尽きた。見たらわかるよ。体力がないととてもリーダーには勝てないぜ。え、ジムの中にアイテム落ちとんやけど。イエーイ、元気のかけら。でもこういうのを用意しておくほど強いということか。ちょ、回復してくるね。ほい、戻ってきました。で、結局、え、ここからはどう行けばいいんだ。こっちか。こっちに行ったらどうなるの。ふんふんふん。この青い方は何？別に関係ないんかな？色は別に関係ないんか。あ、ここから行くんか。なるほどね。そういうことか。ってことは、あの一人は大丈夫。俺とポケモンのコンビネーション、抜群だぜ。あの一人とは別に戦わんでもいけるってことかな。猛獣使いのヒロが勝負を仕掛けてきた。一匹や、サンドパン。よし、いける。余裕。サンドパン、かわいい。かわいい。バブル光線、これは一発やな。はい、一発。オッケー。ごめんね、コンビネーション抜群か何か知らないけれど。実力が、お、ピカチュウレベル54。お前とポケモンも息が合ってるな。まあね。お前、ここのリーダーが誰か知ってるのか？知ってるよ。よし、これでいける。おーっと、現れた。何それ、そういう仕組み？めっちゃ偉そうやん。ペルシアン。かわいい。ペルシアン超かわいい。ちょ、待って。なんで私、果物に話しかけようとしよう。
何の果物？手前のやつ。ははは、はここは俺の隠れ家だ。ロケット団復活の日までこのジムで体勢を立て直すのだ。しかし君に見つかってしまってはしょうがない。今度は手加減なしだ。へえ、まるであの時手加減していたような。では今一度最強のトレーナー榊の腕前を見よとか言って私に速攻でやられるわけですね。来たよ来たよ榊。4匹か。でも思ったより持ってない。でも一番最初のポケモンでレベル49やったら結構強そうやね。私と同じくらいかちょっと上ぐらいかじゃない、体力じゃないわ、レベル全体的に。ヘイバブル光線、何ちょっとだけ耐えるん、ちょっとやめてややめてや。でも今回のこれでもあ、一応なんかあれだよね、ポケモンが技出すときにさっきが指パッチンみたいなのにしよった。ああいう動きあるんや、相手のトレーナーにも。よし来い、次はニドキング。いや、このまま行くよ、私は。よし来い、体力を回復したい。あ、違う、ポケモンじゃない、このまま行くっていうよりやん。すごい傷薬、あれよね、なんかネーミングセンスがねそのまんまよね。よし、これで全開です。なんなん自信ばっかり、やめてよ。よし、バブル光線いけー、いいぞいいぞ、あと一発でいけるね。ひゃー、しかしあと一発でいけるから、このまんま行くとかってしよったらなんかね、急に向こうからの攻撃になったりするよねよし、いいぞいいぞ。さあ次は、え、地面タイプばっかりってことはあれかな、ペルシアンとか出してこんってこと。そのまんま行きますよ。サイドン、ここでちょっともう一回回復しとこう。すごい傷薬、でもこれですごい傷薬がなくなってしまったなくなってしまったよ。よし頑張ろう。あとに、ああちょっと待って、やっぱりレベルが上がってきたけん強いよ。メガ進化してみようかな、よくわからんけど。え、これどうしたらいい、メガ進化押して攻撃、よくわからんねえけど。お、アイナのキーストーンとカメックスが反応した。1回の戦いにつき1回だけできるんやっけ。何何何、なんか変になったよ、メガカメックスにメガ進化した。これ攻撃の威力とか上がるん、あ、一発やったね、上がっとるよねきっと。だってレベルが上がっとるのにさ、一発でいけたってことはそういうことやろきっと。ニドクイーンもそのまんま行く。これは戦い中はずっとこの状態をキープできるってこと。回復しとこ、いい傷薬。なんか見た目がすごくなったね、メカメカしくなったよえ、なんか喜んでいるみたいな表現がなくなったんやけど、感情が欠如してきたんじゃない、ちょっとメガ進化したらバブル光線いっけー。あ、ここは一発じゃいけんのやね。え、でもさっきの子の方がレベル高くなかった、さっきレベル50やったよね。あ、違う、ちょっといまいち分かってないけど。ヘイバブル光線、でもなんか何やろう、大砲的な部分とかあっ、ここはちょっとメカメカしくなったけど、顔はちょっと可愛くなった気がする。気のせいかな気のせいかもしれんけど、
ハメックスレベル51やったね。やったね、これで最後のジムクリア。はぁ、あ、はぁ、あ、激しい戦いだった。言うほど強くなかったじゃないか。君の勝ちだ。今その証にグリーンバッジを渡そう。やったね、最後のジムバッジ。アイナは榊からグリーンバッジをもらった。グリーンバッジさえあれば全てのポケモンが、親が誰でもどんなにレベルが高くても言うことを聞く。君が一人前にトレーナーになった証だ。これでポケモンリーグに挑むことができるだろう。この技マシーンはポケモンリーグへ挑む君へ選別だ。アイナは榊から技マシーン41自信をもらった。技マシーン41は自信だ。地面を強く揺らし敵に大ダメージを与える強力な技だ。俺が昔ここでポケモンジムをやってる時作ったものだ。え、今は何？本当に潜伏しとるだけの。でも、ジムバッジもらいに来るよね、トレーナーやったら。このような巻き方をしては、部下たちに示しがつかない。え、じゃあさ、え、他のトレーナーたちは、トキワシティのジムリーダーがおらんことによって、いつまでも、チャンピオンリーグに挑めんのじゃない。ロケット団は本日をもって解散する。え、マジで？私はポケモンの修行を一からし直すつもりだ。え？いつの日かまた会おう。さらばだ。ロケット団解散するんですか？武蔵と小次郎の居場所は？こっちなんか行ける？行けんかった。座りたい。座れんのか。解散しちゃうの？イーブへ嬉しさのあまりさっきからジャンプしまくり。かわいいね。さあ、こっから戻れるんやっけ？戻っていきましょう。でも、ジムリーダー、出て行ったけんさ、もうあれじゃない？正体分かったやろ？たまげたぜ、時はのリーダーが榊だったとは。暗くて気づかなかったぜ。そういうこと？暗くて気づかんかったとかそういうことなん。雑。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。そんな言うほど暗かった？あの奥がってこと？リーダー部屋が暗いけんわからんかったってことか。でも出入りするやろ。